ねえ、あのアトラクションなんだろう。ちょっと見に行ってみようよ。制限時間内に謎を解いて部屋を脱出しよう。ああ、これリアル脱出ゲームっていうやつだ。あなたはやったことある？脱出ゲーム。私はないんだ。聞いたことはあったんだけど。クイズ解くのは好きだよ。答えが分かった時のあの分かったって感覚、癖になっちゃうよね。逆に分からないとすっごく胸がモヤモヤして気持ち悪いんだけど、そういう難しい問題ほど解けた時って気持ちいいんだよね。この脱出ゲームには時間制限があるみたいだから、あんまりのんびり考えることはできないみたいだけど、でも制限時間内に部屋から脱出せよなんてハラハラドキドキして、なんだか映画のストーリーみたい。ねえ、せっかくだし入ってみない？今なら待ち時間なしで入れるみたいだよ。どんな問題が待ってるのかな。簡単だといいな。いや、あんまり簡単だとつまらないよね。程よく難しい問題でありますように、なんちゃって。頑張って答えを見つけようね。最後の部屋はこの廊下の先みたいだね。一体今度はどんな謎が待っているのかしら。ううん、大丈夫、疲れてなんていないわ。リアル脱出ゲームに挑戦するのは初めてだったから緊張してたけど、今は進むたびにワクワクしてる。でもそう感じられるのはきっとあなたが一緒にいてくれるからね。私だけだったら多分もっと前の方でつまずいちゃってたと思う。一人では解き明かせない謎も二人でなら解き明かせる。一緒に脱出成功を目指しましょう。着いたわ。この部屋の謎を解けば脱出成功ね。え？ピアノがある。それにテーブルの上にはこれ楽譜？しかも何種類も。謎を解き鍵となる曲を奏でよ。つまり正解の楽譜を選んでさらにそれを弾かなきゃならないってこと？最後の最後でこんな大掛かりな謎が用意されてるなんて。でもここまで来たならクリアしなくちゃね。早速謎解きを始めましょう。はあ、出られた。脱出成功ね。あなたが正解の曲を見つけてくれたおかげで出られたわ。ありがとう。楽しかったね、リアル脱出ゲーム。遊園地に来てこんなに頭使ったのは初めてかもしれないよ。脱出ゲーム、携帯やパソコンでやる方は知ってたけど、まさか体験型のものもあるなんてね。まあ脱出は失敗だったけど、難しかったな謎解き。ギリギリまで悩んだけど時間切れ。脱出率何パーセントって言ってたっけ。 5% か。あー、楽しかったけど悔しい。こういう謎解きだったりクイズだったりって、実際に自分に出題されると解けなかった時の悔しさがすごく大きいと思わない？絶対リベンジしてやるっていう気持ちがふつふつと湧いてくるっていうか、今の私がまさにそんな感じだよ。と言ってもこの遊園地のはもう解説を聞いて答えが分かっちゃってるからリベンジしようがないよね。ここ以外でも体験型の脱出ゲームをやってるところってあるのかな。ちょっと携帯で調べてみよう。検索フォームにリアル脱出ゲームと、お、結構出てきた。へえ、いろんな脱出ゲームが開催されてるんだね。近いうちにまた一緒にチャレンジしてみない？リアル脱出ゲームですか？いえ、やったことはありませんわね。そもそもどういう遊びなのです？名前から察するに密室
から脱出方法を見つけて脱出するというもののように思えますが、狭い部屋とは限らないのですか？球場や街中で行われることもある？なんと、随分大掛かりですのね。しかし、なるほど。限られた空間であればどれほど広くても密室とみなすことができるかもしれませんわね。物理的に部屋から出るパターンや出題された問題を解くだけでクリアとするパターンもあると、なかなか面白そうではありませんか。ええ、少し興味が湧いてきましたわ。謎を解くという部分が特に、そういうところで出る問題というのは当然簡単ではないのでしょう。柔軟な思考やひらめきがものを言うゲームのようですわね。ぜひとも挑戦してみたいですわ。これでも頭の柔らかさには自信が。の、なんです？その疑わしげな視線は。これでもクイズ番組の問題などは割と解ける方ですのよ。なぜ信用されていないのか。不可解ですわ。じゃあ一緒に挑戦してみよう。望むところですわ。必ず全ての謎を解き明かして脱出成功してみせますわ。おー、薄暗い。結構雰囲気あるね。体験型の脱出ゲームって初めてだよ。しかも船長の代わりに船を操作し魔の海域を脱出せよなんて。あくまでそういう設定ってだけで、本当に舵を切って船を動かせるわけじゃないけど、船を愛する者としてはどうしても胸が躍るよね。今回のゲームのルールでは操舵室にたどり着ければクリアみたい。頑張ろうね。わかんない。答え全然わかんないよ。この問題が解ければ操舵室の鍵を解除するパスワードの番号がわかるのに、最後の最後で難しすぎるよ。え、残り時間あと5分。諦めない。船長代理としてこの船を絶対救ってみせる。やっぱりわかんない。こうなったら1か8か、この数字でどうだ。あ、開いた。やったー、クリアだ。さっき何の数字を入れたのかって。0417、私の誕生日。船の神様が味方してくれたのかもね。リトルデーモン、覚悟は決まったかしら。1時間以内に今いる部屋から脱出できなければ、ヨハネたちは天界の刺客たちに捕らえられ天の牢獄につながれてしまう。何としてでも部屋を脱出し、暗黒渦巻く我らが故郷へ帰るのよ。捕まえに来るのは天使じゃなくて悪魔って分かってるわよ。今参加してるリアル脱出ゲームがそういう設定だってことは。1時間以内に出題された謎を解いて脱出アイテムをゲットし部屋を出る。さもないと悪魔に魂を奪われてしまう。ただ打天使ヨハネにとってはこの場合の悪魔は天使と同じなの。だから捕まえに来るのは天使でいいのよ。おっと、こんなこと言ってる場合じゃないわね。もうゲームはスタートしてるんだから。さて、肝心の謎だけど、壁に額がかけてあるわね。中には文章が書かれた紙が入ってるわ。これが謎。問題文かしら。何何？哀れな人間どもに告ぐ。無駄な抵抗はやめ、降伏せよ。生意気な脅し文句なんでしょうけど、なんだか拡声器で説得されてる気分ね。まあいいわ。相手が誰であろうと、このヨハネとその配下たるあなたに解けない謎はない。
何を読んでるのって？謎解きの問題集ずら。図書館で借りてきたんだ。この前あなたと一緒に遊園地に行った時、リアル脱出ゲームっていうのを体験したでしょ。出題された問題、結局解けずに時間切れになっちゃって残念だったなーってすごく思ったんだ。だからもし次に脱出ゲームに挑戦できる機会があったら、今度こそ脱出できるように訓練してるズラ。脱出ゲームの問題ってどんちが効いてるというか、発想力が正解を導く鍵になってる気がするの。だからその力を鍛えるために役立ちそうな本を探してきたズラ。面白いよこれ。答えが分かった時、頭にピリピリって電気が走ったみたいに感じるズラ。これが正解の快感っていうものなのかな。遊園地の脱出ゲームの問題も自力で解けたらきっと気持ちよかったろうな。あなたも一緒に謎解きの練習しない？二人で特訓して次こそ脱出成功を目指すズラ。I don't know。 さっぱりわからないわ。お手上げよ。開始からまだ3分？そうなの？もう3時間くらい悩んだ気分よ。あ、3時間じゃタイムオーバーね。タイムアップまでに謎を解いて部屋からエスケープ。シンプルなルールだけどなかなか手ごわいわね。さすが遊園地一押しのアトラクションだわ。マスの空欄を埋めて答えを導き出しなさい。色付きのマスに入る言葉をつないでいくと出口の錠前を外す鍵のありかになるみたいだけど、他の情報が何もないわ。強いて言うならマスのところどころにひらがなが入ってるのと、マスの配置がヘビみたいにグネグネしてることくらいかしら。あなたはどう？わかる？わからないか。そうよね。ヒントらしいヒントもないし。けどこのままじゃタイムアップになっちゃう。鍵のありか。鍵を隠す場所は、まさか。そのま、さか。鍵みたいにちっちゃいものを隠すなら、ソファーの隙間とかタンスの裏とか壁掛け絵画に挟んであるとか。そんな簡単に見つかるわけない？どうかしら。こういう時のマリーって不思議とついてる。あ、見つけちゃった。エスケープミッションコンプリート。やっぱり反則かしら。今日は誘ってくれてありがとう。リアル脱出ゲームに参加するのってルビー初めてで、とってもドキドキしてるの。でもゲームの説明を聞いてちょっとびっくりしちゃった。専用パンフレットを見ながら遊園地の敷地を回って謎を解いていくんだね。脱出ゲームといえば狭い部屋に閉じ込められて制限時間内に謎を解いて脱出するっていうものだと思ってたから、今日ルビーたちがやる脱出ゲームは閉じ込められるわけでも制限時間があるわけでもないんだよね。あんまり脱出っていう感じはしないけど。ルビー、こういうルールの方が好きだな。閉じ込められるってやっぱり怖いし、時間を気にしながらだとどうしても慌てちゃうと思うから。それに今日みたいなルールなら宝探しをしてるみたいでワクワクするもん。一緒に謎を解いてゴールを目指そうね。それじゃあ最初の謎は、以下の計算式が示す答えを次の1から4の中から選びなさい。え？何これ？数学？数学の問題？でも明らかに普通の式じゃないよ。ゴールたどり着けるかな？